はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、グンデスポーツの杉田健人店なんですけれども、今日も集まってくださるメンバーの皆さん、そして支えてくださるスタッフの皆さんのおかげで、レギュラーレッスンをですね、楽しく気持ちよくレッスンをさせていただいたところです。さあね、皆さん今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？今日はですね、とっても簡単で気持ちよいね、と感じていただきたいなと思っているんですが、特にこの上半身の、首や肩のこりを解消する、セルフマッサージでもあり、簡単なねエクササイズを紹介していきたいと思います。はい、では早速なんですけれども、頭を前に倒している時間が長いとどうしてもこの辺がキューッと詰まってくるんですね。でおまけに座っているといい姿勢が取れていたならばいいんですけれども、とは言ってもですね、座っているとこうなるんですよね。でそれをバランス取るかのように肩もこうなりますから、この逆にしたいんですね。胸も広げてお腹も引き上げて、ここも広げていきたいと思うんですね。はい、ということでまず順番になんですけれども、ここが詰まっているのをリセットしたいので耳を引っ張ってください。そして口を動かします。これは、ね、顔のリフトアップ効果にもつながりますよ。頭の頭蓋骨や首、肩のあたりもほぐれていきます。はい、どうですか？ちょっとね、すっきりしましたね。はい、では目の神経がこの横を通っているので、目は肝臓の反射区なんですけれども、頭の横をマッサージします。でちょっと口をですね、もごもご動かして、ここの顎の関節をほぐしたいところですね。はい、前から後ろへ、そしてこのうなじのあたりをタッピングします。はい、ではこのここのツボなんですけどもね、自律神経にもいいんですが、このように軽くバイブレーションをかけます。気持ちよくね、呼吸を吐いてください。はい、そしてこの目の周りをですね、軽くてん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 、優しいタッチでなぞっていきましょう。はい、鼻筋、そしてこの鼻横もバイブレーションをかけます。さあこれは皆さん顔のリフトアップにもなりますね。で、今ね、学生、私今学校の授業を持っている非常勤講師でもあるんですけども、学生ね、小顔になりたいという子多いんですよね。これ小顔対策にもなります。はい、ここはね、そしてここが硬い方はですね、ぜひこうやってほぐしていただきたいんですけども、よく口も動かしながらやっていただくと効果的ですね。皆さんはどうですか？ここ硬くなってませんか？はい、そして耳があって、この下のこのここね、当ててください。でお腹を引き上げて横に楽なペースで倒しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、縦方向1、2、3、4、5、そしてブル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 。はい、どうですか？ではですね、この首のとこなんですけども、このようになぞってください。はい、そして胸のここの骨のとこと、この距離をぐーっと縦長にする感じにして、で小さく1、2、3、4、5、横1、2、3、4、5、はい、ブル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 。でちなみにこの喉仏の横、指2本横ぐらいが、血圧が高い時に触るといいツボなんですけども、まあ、なんとなくね、分かりにくいと思いますので、ベタッとこの全体的に当ててるといいですね。そしてここの胸の骨のところも当てますね。さあ、じゃあもう一回グッとグッと上引き上げて、そしてブル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 、はい、横ブル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 、はい、後ろも、はい、ここまでやっていただくとですね、小刻みに小さく動いていただくほど、首のこの動くと首が痛いという方にはすごくリセットになるんですよ。寝違いとかにもいいです。はい、じゃあもう一回だけね、ポイントはグッとお腹を引き上げる、このお腹の引き上げとこの首の伸びっていうのは関係があるんですね。はい、では小さく1、2、3、4、5、はい、横1、2、3、4、5、はい、後ろ1、2、3、4、5、はい、どうですか？すっきりしましたね。じゃあこの首筋
リンパを流します。リンパと筋肉の膜のマッサージですね。これも優しくなぜてください。反対も優しくなぜますね、はい、そして鎖骨周り、全身に巡ってるリンパの、集約点がここの鎖骨なんですよ。だからね、ここの鎖骨の周りはよくさすっていただいた方がいいんですよね。はい、じゃあ先ほどの胸の骨のところでタッピングしちゃいましょう、ね、どうですか、すっきりしてきましたよね。さあ、じゃあもう一度耳を触って、はい、頭を前から後ろ、前から後ろは膀胱と腎臓の経絡と流れ道です。そしてこのうなじのあたり、はい、横はマッサージ、横は肝臓と胆のうの経絡の流れ道です。はい、耳の周りもですね、はい、そしてまたここのうなじのあたり、はい、で首筋を優しくなでます。反対も、はい、胸のところで、ね、ここをさすります。鎖骨周り、どうですか。ここまでで、ね、顔をリフトアップしてますけれども、すっきりしてきましたよね。はい、じゃあこの腕の骨があるんですけども、この腕の骨の際みたいなところに手を当てて、ブラ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 、あの体幹から揺れるといいですね。体幹から揺れます。はい、そして腕を触りますね。はい、じゃあまず手の甲側、はい、手のひら、そして手首、ブラ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 、はい、で今度この前側、はい、後ろ側、はい、そして肘のところ、ブランブラン、リンパの流れも良くなり、筋肉のマッサージにもあります。はい、そしてここ裏側、はい、カパッとですね、こうでもいいんですけどね。でお腹のところからこう動くガチ、腕だけ動かすというよりは体幹を動かしましょう。1、2、3、4、5、これで、ね、胸の筋肉の付着点がこの腕にくっついてるんですけども、でこれ胸の筋肉の延長上なんですよ。で今度はこっち側ですね、背中の筋肉延長上、はい、そしてお腹の方から、またはこうでもいいです、これでもいいです。でポイントはこのウエストをグイッグイッ、ね、お腹も引き締まりますけどもね。はい、どうですか。あ、じゃあちょっと比べてみてください。おーおーおお、こっちの方が軽いですよ ね。胸も広がってませんか。はい、じゃあ今度はね、こちら側もう一回触りますね。そしてこの腕の骨の際みたいなところに当てて、ブラブラブラ、体幹を揺らしましょう。体幹を揺らして、ブラ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 、はい、そして胸の筋肉の腕の付着点あたりで、ね、カパッとこう挟んでください。そして1、2、3、4、5、はい、ひねりましょう。ウエストからひねりましょう。はい、じゃあ今度こうですね、はい、ウエストからひねりましょう。ウエストからひねりましょう。はい、回します。はい、どうですか。では手の甲側、はい、手のひら、そして手首、ブラ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 。さあ今日のワークは座ってもできるし、どこでもできますね。はい、手の甲側、前側、そしてブランブランブラン、あとね、ここら辺にね、痛気持ちいいというところに当てるとですね、すごく全身にいいツボなんですけども、この時間帯ですね、子どもの水泳教室もやってるんですよ、このグッズスポーツ。それで子どもがね、通っていくんで、わーって声が聞こえるかもしれませんけども、皆さんびっくりしないでください。はい、じゃあ手の甲側、はい、肩回りですね。そして、ふい、ふい。はい、どうですか。なんとかすっきりしてきましたよね。はい、そしてこの脇、ね、こういうのは腎臓のマッサージ代わりにもなるんですけどね。はい、ではここまででセルフメンテナンスになり、頭や首、肩がすっきりしてきたと思うんですけれども、もうちょっとですね、こういう肩甲骨を動かしたいと思うんですね。ぐいっ、ね、背中の肩甲骨をぐいっぐいっと寄せます。はい、そして交互に後ろ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 に、はい、ふい。はい、ではですね、ここからはよかったら一緒に立って動きませんか。立って、ね、足を動かすことで足の筋肉って大きいんですよ。全身の血流が良くなりますし、たとえね、首とか肩が辛いっていう方もその部分だけの問題じゃないんですよ。全身が何かしらどこかね、一部分が硬いとか何か違和感があると必ず全身に影響があるんですね。なので、ね、ちょっと動いて循環も良くしてほぐしていきましょう。少しじゃあ音楽をかけますので、一緒にマイペースに動いて
覚えていきましょう。反対の動きです。はい、では足踏みをしましょう。はい、そして手をブラ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 。はい、肩を後ろに引きます。肩こり緩和、肩こり緩和。はい、そしてウエストをグイグイって、まるで腰筋を絞るかのように、このような体幹をスパイラルするする動きはおすすめですよ。はい、手首を動かしましょう。はい、背中もぐにゃ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 。はい、前と後ろに足を、片方の足を前と後ろ。はい、ちょっと跳ねます。反対です。前と後ろ、前と後ろ、前と後ろ、肩の感じで。はい、もう一度1、2、1、2、1、2、ツイストしてみましょう。はい、1、2、1、2。はい、ツイストしましょう。では横の動きをやります。そして肩甲骨を寄せたり寄せたりしましょう。はい、肩を交互にいきます。さあ、気持ちよくどうぞ。はい、脇腹を気持ちよく伸ばします。ふーふー。はい、さらに伸ばしましょう。ふーふー。はい、交互です。後ろに引きます。はい、では逆側です。伸ばします。はい、交互です。はい、後ろに行きます。さあ、肩甲骨を寄せたり開いたりです。はい、ではパッ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 。はい、背骨と肩甲骨の連動の動きをやります。はい、肩回しです。横です。ブルブルします。ブル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 、おおブル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 。後ろに行きます。はい、ぐにゃぐにゃします。ぐにゃぐにゃぐにゃ。はい、こちらをもうちょっと腰に手を当てていただいてもいいですよ。ブル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 。はい、ではですね、両手をよかったら足をクロスしましょう。はい、そして前回し、はい、逆回しします。全身の引き締めになりますね。はい、背中や脇を気持ちよく。はい、逆回しです。さあ、ぎゅーっとお腹を引き上げましょう。で、両手を後ろで胸をぐーっと押し出して肩甲骨を寄せます。さあ、はい、そして骨盤を前側に押し出しましょう。はい、肩甲骨を中心に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、どうでしょうか。回しましょう。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は前半ですね、セルフ、マッサージメンテナンス、リンパマッサージと、筋肉の筋膜リリースマッサージを、行いました。あとね、ツボにも触れたんですけども、そして、今ねちょっと短時間ではありますけれども、全身をほぐして循環を良くする、ウエストもね引き締まっていく動きを行ってみました。はい、ということで皆さん今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひね、この動画を通じて一緒に体を動かしましょう。体も心もすっきり晴れ晴れしていきましょう。はい、まあ今日もね、いい天気晴れすぎちゃってますけどね、暑いですけどね。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドイのボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたね、大家でした。